そういや来てなかったんやろお前、はい、なんかでも一番初回に来なあかん人間がそういや来てなかったちょっとねこれからクリーンな番組ばっかり出ていきたいと思ってたんで。いや無理やろいやお前なんかお前なんか多分今からこっからテレビがどんどんこの、はい、あのコンプライアンスとかなってって、はい、出れる番組これしかなくなる、はい、お前マジで、お前なんか俺毛の生えたクロちゃんやと思ってるそんなことないっすからマジで。いや僕もうちょいやいやでもまあムクロ軍団筆頭でそうっすね。いやまあエッチな話はできますからね。いや、まあ、結構どうですか最近は。お姉ちゃんやってますけどあなた、はい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 、水曜日のダウンタウンとかでも、はい、いろいろ騙されたりとかしてますけど、はい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 、いやまあ本当にちょろっと遊ばせていただいてる女性は、うん、数人いるっていう。あやっぱちゃんといる。いやいますいます。ちゃんと、お付き合いっていう感じではなく、ちゃんとお互いその楽しいねっていう感じの関係性はいます、ね、いいね。やっぱさそのグレープカンパニーってやっぱサンドウィッチマンさんの系譜があるからそういうのあるんやろな、はい、ないねないねないですよ全部サンドさんから降りてきてるもんやもんな。違う、全部僕がやってるだけで単独でサンドさんの邪魔してるだけ、はい、ギリギリ首になってないだけでグレープカンパニーのブランディングの邪魔してるだけ邪魔してるだけなんですよやんなっつって言われてるのに。いや今日はだからもう、はい、ジョーの方々が登場していただいていろいろ話聞けるという。おどうですか新さんあなたふーはふーの、うん、お嬢さんとは、はい、本当にお世話になってるというか。あそう、はい、どの辺行ってるんですか。池袋によくしっかりやな。やっぱ池袋って本当さ五反田が言うのもあれけどさ、はい、池袋って一番エロいよね。エロいっす。でなんかもうやっぱ歩いてたらあ新一さん今日どうすか、うん、みたいなめっちゃいやいやトラさんやもうね池袋のトラさんトラさんそうキャッチの人が握手とかしてくるし新一、はいはい、さん今日は何々ですとかっていう、はい、分かるよ。全部いろいろやってくるような街になってきました、ね、分かるよ。俺も五反田でそんな感じやもんそうですか。たまにはうち来てくださいよとか言われて言われますよね。言われる言われる。マジでそんな感じになってきたな、はい、まあ、だから今日は城の方々とちょっといろいろお話聞きたいなということで、はい、来ていただいております。あらららららららどうもお願いします。あらあらいいですね。あどうもどうもよろしくお願いします。さあということで、まあ、自己紹介からいきますか、こちらの方から。はい、川崎エロティックのまこです。はい、まこさん。はい、いや俺なんか見たことあるんですよね。いいですよ、そういうなんか見えはらんでいい。そのなんか元カノかな。いやいや絶対嘘でしょ。一瞬だけ付き合った元カノか。そんなかっこいい俺見た会ったことはないかな。見たことあるような気するんですよ。この前のラッキーセブンの最初の照明当たったとこに初日座ってました。単独ライブの、客席の照明当たったとこに座ってたの。えでそれ俺が覚えてたの。そんなわけはないわえファン、さらば青春の光のファンです。森田さん推しです。で、X やってますよね。やってますやっぱりな。えいやういうまあ、たまにさこうエゴサーチとかするやんか、はいはい、え俺のことつぶやいてたりしますよね。めっちゃします。やっぱそうや。え何がっすか。え何え川崎らへんどこ。川崎です。川崎のふっよね、はい、やたら川崎のふっが俺のことつぶやいてんなっていう時あるえその方やっぱり俺今日入った時からなんか見たことあんなと思ってそうさらばさんのもうガチファンで。あすごいファンです。で森田さんと東ブクロさんおるけど、うん、それどっちみたいな。森田さんです。森田さん派なの。やっぱそうよね。いるんだいるんだ。俺あなたのことを数回考えた夜ありましたよ。会えた。なんとかならんのか会えたすごい。そういうことなんですね。あやっぱそうや。俺やっぱ多分アイコンとかで結構見てるから、はいはいはい、で多分シティヘブンのページにも飛んでるからめちゃくちゃキモいやんめっちゃキモいねんけど。俺ファンのこと大事じゃない。大事じゃなくてファンのこととのファンのなんかそういうのってやっぱちゃんと見てあげたいから。いやいやダサいダサいダサい。やっぱそういうことか。タレントがアイコンまで飛んでるすごいな。あでも写真チェックして捨て頃で新潟とか行くぐらい好きなんです。あそうなの、はい、ほうほうほう。あじゃあもうめっちゃライブ来てくれてんねや。めっちゃ行ってます。あなんでさそん時にさなんか連絡しようとか思わんの。その思わないです。えあいや新潟とかで泊まりやったら森さん今日私あれできますよみたいなのはないんや。はい。え緊張して脱げない。ああ
足袋とちゃいますね確かにな、全然ちゃう人生やな。でも、まあ、まだじゃあにわかのファンっていうことで、いやいや、そんなことそこがないな。ガチファンはやっぱちゃんと泊まりの日はやっぱり連絡してくれるのがガチファン。あ、そういうこと。じゃあこれにはもう自分から志願して、そうですそうです、出たいと思って、出たいですって言って、で、あ、ファンの子いるなみたいな、出してやるかみたいな感じで、あ、大会もメロンが出そうってなったんや、さらばのガチファンをっていうこと、ね、すげえな。へえ、あ、そうな。え、もしさ、俺がそういうことをしたいとかって言ったらどうなるんですか、それは。その日の気分に。いやいや、ちょっと待って、にわかっすよちょっと待って、ちょっと待って、にわかじゃない、その、うん、ファンが断るって、あと、いや、そうや聞いたことないねんけど、びっくりしたわ。ファンは絶対にいけるって聞いてるんですよ、うん、まあ逆に安心するけど、安心しますね。まあね、ネタが好きとかそういうことですよね、だからね、言ったら生まれ変わったら結婚してほしいぐらい好きです。あ、そうなの。じゃあやらしてよいや、でもやらすんは別だよ、やらす、まあ、気分で。だからファンにもモテてないんですよどういうことやねん、新しい言葉で。おい、ファンにもモテない俺じゃあ誰とやれんねん。ファンじゃないけどやれますよ。あなた、俺あなたのファンになります、はい、マジすいません、じゃあお願いします。お願いします。さあ、そしてラブリップのモモナです。ラブリップのモモナさん、はい、モモナさんどちらからお越しですか。埼玉の川越と長野店。え、川越店、川越店と長野店、うん、中野、長野、長野、長野県、長野県も行ってるの？に出稼ぎでも週の半分行ってるみたいな。ああ、そうなん。長野のお客さんってどんな感じなんそれ？エロい？めちゃめちゃエロい。あ、そうなん。なんかね、なんか蕎麦食ってる県っていう感じ。そうですね、蕎麦食ってる人あんまエロくないそうですよね、なんかちゃんとそんなあんま出さへん感じするけど、入った時にもうエロついてるし、エロ本並べてます。あ、めっちゃエロや長野準備満タンみたいな。わかりました、はい。さあ、そしてギンギラ東京のりさです。あ、出た、ギンギラ東京、はい、です。ありがとうございます。お世話になっております、ギンギラ東京。そうなんですか。あの、この番組は何人かギンギラ東京来ていただいて、はいはい、まあ、ギャル専門の、はい、あの風船ということですね。はいはいはい、ギャルいいですよ。今日はお仕事あるんですね。はい、今日この後、はい、もうほんでもう埋まってんの、その予約は。今日はロングがあります。今日ロングがある。ロングってどれぐらいのあれの時間？もう9時から朝の5時ぐらい。9時から朝の5時。それそれトロサーモンの久保田さんが飲むペースやつ9時から朝の5時。何それ。何時間？ 10、11、12、8時間か、うん、それさ、常連さんなの、その人は。今回2回目。2回目で、前もロングやったの？3時間。あ、前3時間で、はい、もうめっちゃあのリサちゃんのこと好きやからロングで。そう。何すんの、ロングのお客さんって。ずっとホテルにおんの？あ、私は結構ホテル。ホテルにおって、うん、いいとこ取ってくれんの、それ、ロングの人って。あ、そうですね。うん、何がついてるみたいな、なんか、うん、サウナとか。ああ、ご飯食べれたりとか。ああ、ベッドが2個あったりとか。はいはいはい。だいたい何回ぐらいやんの、そのロングは。もう希望に応えます。へえ、あ、そう。そう。あ、もう、じゃあお客さんが言う回数いけるっていうことや。もう過去最高出す。過去最高。あ、その人の人生の過去最高出すんや。はい、いいな。はあ、楽しみ。楽しみ。はい、チラチラいいんですか、うん、チラチラ、そのちょっと見えず、ごめんなさいね、僕あら、言うな隠すから、それは。いや、なんですけど、そう、なんか、ちょっと。いや、だから、その見えてるなら言うな。森田さん。あ、森田。おい、森田さん。森田さんは、これはちょっと、もうあれですよね。もう多分、今の段階で、YouTube では無理です。はい、もうシティヘブンの方のチャンネルに行ってます、これ。はい、ちょっと待って、こんなことなってんの。で、リサちゃんさっき言ってた、その私は別にファンじゃないけどやれますみたいなね、ありましたもんね、うん、やれます。やれる。どっちも3人で。あ、ちょっと待って、恥ずいてありますよ、そういうなんでこんな下手くそなエッチな人と一緒にやらなあかんの。ちなみにシティヘブンチャンネルって 3P まではいいんでしたっけ確か絶対確かいけたんちゃうかな。 3P まで、3以上は確かあかんかったような気がする。
3P やんの、この後、はい、3P 流すんすか、もしかしたらこの後流れる可能性もある。ローション風呂、ローション風呂、はい、うわー俺好きやねローション、ローション風呂ね、ローションやばいよな、まあちょっとおいおいね、じゃあやっていきましょう、うん、はい、さあということで、まず最初のテーマ、初体験の思い出はということで、じゃあまこちゃんからいきますか。高2の時に1個上の先輩となんですけど、うん、すっごく普通で、ほう、向こうの自宅で両親が留守でみたいな、あ、はい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 、出たな、うん、本当になんかお客さんに聞かれて答えても、うん、おーみたいな、はい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 、って言われるような、うん、プレーなやつ、それは何も、あの同じ高校の先輩っていうこと、あ、ずっと女子校だったんで、うん、地元が一緒で、うん、友達の紹介で出会った人です、うん、はい、それ最初は痛いというかっていうのはあんの、うん、そのやっぱり最初はやっぱ痛かったですね、うん、ああそう、うん、これってさ、女子っていつも痛いって言うやんか、うん、なんで痛いのにさ次やろうっていう気持ちはどっから来んのこれ、うん、痛くなかった、あ、リサちゃんはサラブレッドだな申し子だな、全然痛くなかった、うん、あ、全然痛くなかった、すごいね、分かんないでやった、でも、ああそういうことね、あ、でももうまこちゃんはもうあの痛いってなるけど、まあでも徐々に徐々にっていうこと、それはそうですね、うんうん、徐々に徐々に、でも今思えば相手が下手だったのかもしれない、うん、あ、それってやっぱ昼やんの、その両親がいない時っていうのは、あ、そう、夕方ぐらいですか、いいよね、だいたいさ、高校生の初体験ってさ、だいたいそれぐらいの時間なんかもな、そう、でも、もしかしたら親気づいてますよね、まあどうなんやろな、ね、今考えたら気づいてると思うんですけどね、僕それがいいんですけどね、まあまあ、それその後なんか数年後とかはないですか、うんうん、その方と再会して、再会して、うん、再会してお食事ってちょっと口説かれたんですけど、うん、なんか全然好みじゃなくなってて、あ、おうおうおう、初体験なのに、うん、どれぐらい付き合ったのそれは、ね、付き合ったり別れたりを結構してて、トータルして3年ぐらいは一緒にいたんですけど、あ、結構長いことおんねんな、別れた後しばらく経って、うん、何年か経って再会して食事行ったんですけど、うん、そこで口説かれた時に、うん、私この男の何が好きだったんだろうと思って女性ってそう思うよな、女子ってそうなんのよ、男ってほんまそれがな、なんかね、うん、歴代の全元カノと未だにやりたいからさほんまにそう俺らってね、そうっすよね、未だにやりたい女子ってプツンって切るから、うん、そう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 、寂しさあるのよ、うんうん、俺はだって元カノと再会してで、なんか一応家来るみたいになったけど、うんうん、結局できないみたいな、うん、なった時に向こうが冗談で、はい、金払えってやりたいなら金払えって言って聞かれたから、うん、俺いくらって言ったんやから最低最低それぐらい俺らってな、やっぱ元カノのこともね、やっぱりいい思い出として置いてるからさ、めっちゃいい思い出、うん、まあ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 、でもないってこと、女子はね、ない、女子ないよね、はい、おかずになんない、何なにおかずになんない、おかずって言ってんね、男のこと元カノ、元カレのことはね、おかずにならないんだ、さあ桃奈ちゃんどうですか、高校1年生の時に、うん、ラグビー部の部長の人に一目惚れして、うん、マネージャーで入って、うん、だから2神戸の先輩と初めてしました、うん、それはじゃあ高1の時か、高1の時、ね、高1の時にラグビー部の、はい、それどうなん、その初めてとはいえさなかなかもう筋肉隆々でしょ、うん、ああどんな感じなんそれ、荒々しいの、荒々しいかもしれないです、あ、そう、そのもう何その重戦車というか、なんか、うん、エキみたいなかなかやらんって高校生で、ね、駅あ、そう、高校でできるんだいやだからまあそれぐらいのあれは腕力はあるし ね、うん、でやっぱり AP の知識しかないから それが普通と思うかもしれない、もしかしたらすげえ、毎回、うん、毎回絶対やんの絶対な、何からの AP、それって AP の胃からの AP なんや、キッって挟まんねん普通なんとなく精いっぱいからキッって、ね、うんうん、そのまま駅の終わりはどうすんのそれ、駅の終わりはまた精いっぱい戻ってとか多かったですけど、うんうん、初体験でも駅やった、初体験はなかったですけど、うん、初体験は何、精いっぱいだけ、精いっぱいのみ、うん、のみで、うん、徐々に慣れていくうちに、うん、はい、駅でも鏡の前とかでされるとめっちゃ興奮する、あやっぱあれ聞くんだ、あれな、え、バック立ち
みたいなこと。もうそれ高校生でやってた。やってました。早いわ。で駅もマストで。あそう。早っ。へえ。でも仲行きできる。え？仲行きできるから好きだったんですよ。ああ駅が仲行きできんねや。ああでもどういう高校やったのそれは。どういう高校？あ工業の。工業のラグビー一番荒いよね。工業高校強いもんね。ラグビー一番荒い。二人しかいなかったような。え、なんでなんで。学校女子二人しかいなかったような、うほぼ男子校みたいなところに通ってて。えんろ、ほぼ男子校の工業のラグビーの、キャプテン。キャプテン一番エロいやん。エロエロ一番盛んなやつや。作品あるもん、そういう作品。あるよ。すごいよね。多分そういうやつが日本代表とかになるし、ね、なりますね、多分。そうやってね、ちゃんと決めるやつね。ちゃんと、うん、今までのね。じゃあリサちゃんどうですか。初体験ですか。初体験。13歳です。はあ、それで痛くなかったの。痛くなかった。え、中…一応始まり。何、相手何歳。タメです。すげえな。はい、いやもうスケボー界みたいな。もうスケボー界やで。メダリスト早すぎる。メダリストのまっくり返しから。え、初体験でまっくり返し。初体験まっくり返しやったん、うん、マジで。なんでそれは。わかんない。それは彼氏なの。それ彼氏です。付き合ってたんや。付き合ってて、で、家、実家。あ、彼氏の家に行って、うん、で、親がいない時、うん、そのベッドの端で、うん、まっくり返し。その、初手がまっくり返しなの、それは。そう、初めて。マジで倒されて、うん、そのままズボボボボ。はぁー。え、だって東京出身ですか。東京です。はぇ、東京です。何が下見たの。なんで今下見たのっていうか、もうそのお前見るな。見てまいますな。ちょっと待ってさ、見るな。ほんま見てま。集中しろ話に。違う違う、集中してるつもりなんですお前。だってこの角度がすんごいんすよ。いや分かるよ、分かるよ。そのいやだからお前のとこから一番見れるの分かってるけど、見るな。もうとりあえず今13歳と13歳の初体験の話してるから。そうですね、うん、で東京出身で、ね、そこ以外しと、うん、そこ見て大人になったなやないねおい。ごめんなさい。なっそ、うん、でまっそ。代官山メロンプラスフルバージョンが見られるのはヘブン TV だけ。超人気上と夢のエチエチトーク、 YouTube では見られないあんなことやこんなこと無料公開中。ぜひよろしくお願いします。